カフェスナップの大井彩子でですす分間でお話し,しますもともと前職の新規事業として立ち上げたカフェスナップに全力投球していきたいということで事業を買い取って独立しました。 カナダのトロントに留学していたことがあるんですがトロントではさまざまなバックグラウンドを持った方々がカフェをやっていてカフェ巡りを楽しんでいました日本でも個人カフェを探したいと思った時に見つけにくい状況だったのでカフェスナップを作りましたみんなで一曲を作るバンドがすごく楽しくって熱中してしまったんですが結局浪人してしまったので今は聴くだけにしています コーヒーで利益を上げていくコーヒービジネスというのはすごく難しいと思っているんですが丸山さんはコーヒー豆の生産者バリスタ消費者の方みんなコーヒーに関わるすべての方が幸せになるるサイクルを作ってていいので尊敬していますカフェのオーナーさんたちは自分の信じた道を努力してやり通す自分らしく生きるのお手本になる人たちだと思っているのでそういった方たちを応援していきたいですしカフェに行く人たちをもっと増やしていきたいと思っています。